義兵とは、正義のために起こされた兵のこと。また、前近代の朝鮮においては、儒教の義の観念に基づき、国家的危機に際して、在野にある詩人や民衆が、自発的に立ち上がって、内外の敵に抵抗する兵士を、義兵といった。思想としては、外敵を排除することで休国する、上位論、儒教的序列の維持を重視する、名分論などがある。朝鮮では、 13世紀高麗時代のモンゴル帝国に対する三別賞による戦いや、16世紀、李朝時代の豊臣秀吉による朝鮮出兵に対する格差優良やん民衆の抵抗、19世紀末から20世紀初頭の大韓帝国時代の日本統治に対する抵抗運動などが著名であるが、特に最後のものがよく知られている。義兵戦争、義兵闘争、義兵運動と呼ばれる、 日本の韓国併合に反対する抵抗運動は次の2期あるいは3期に分けられる。1895年、日清戦争に勝利した日本は、韓国内政への干渉を強め、同年10月に王妃、敏妃が殺害された木の戸羊事変、続く12月に断髪令が出されたことをきっかけに、同年末より発生した。1895年が、関式年法で、 木のと羊の年であったため、木のと羊儀兵という、中西北道の受学者リュウリン林鈴や軽気道のル春が元東学党であった軽承北道のリアスシらが、挙兵して、各地で日本軍や新日派の政府軍などと戦った。翌年3月頃には、儀兵の動きが、朝鮮半島全域にまで拡大するが、これに先立つ2月に政変が起こると、標的としていた。 新日派の失脚が相次いだために、義兵は名分を失って解体していき、10月に最後まで抵抗していたリ林鈴、リアス氏も満州に逃れて終焉を迎えた。前期1904年に第一次日韓協約が結ばれると、韓国の官民を問わず国家存続であるとする危機感が高まり、翌1905年春頃より、両オパンや樹勢の間で、 義兵再建の動きが高まっていたが、8月に、ンボンドの元姿蜂が挙兵したことで本格化した。さらに、追い打ちをかけるように同年11月に、第二次日韓協約が結ばれて、韓国が保護国化されると、韓国国内は、創然都市元政府高官らを中心に義兵が組織され、翌1906年5月に、中西南道の工場で便装、貧装地期、 翌月には、全羅北道で、蔡英起源が拒兵すると、軽症道では、流林鈴、中聖道では猿石などがそれぞれ義兵を起こした。社会不安を抱いた民衆も加わった、大規模な抵抗運動に発展した。それまでの義兵を率いた章は、ヤン儒学者であったが、猿石は初めて平民出身の義兵章で、最大で3000人を超える義兵を集め活躍し、義兵運動に、 新しい様相が現れた。だが、日本軍の軍事力の前に次々と敗退していくこととなり、一旦は、義兵の動きは鎮圧される。後期後期の義兵たちところが、1907年7月に、日本が、ハーグミッシ事件の攻めを負わせて、抗争を退位させて、第三次日韓協約を結んで、韓国軍を強制的に解散させると、解散命令に服しない、 韓国軍部隊はあちこちで放棄した。右の写真はマッケンジーが撮影したものであるが、朝鮮の悲劇にその内容が詳しい。武器の種類も様々で、指揮官、司令官も統率もなく、個々のグループが拡散して、別々に行動していた様子が伺える。1907年末に、呪学者のリリンが各地で戦っていた義兵を救合し、軽機道洋州に兵1万を集めて、 彼を将棋総大将とする韓国13すべてを結集した義兵軍という意味の13道将棋軍が成立し、同年12月にもとを司令官としてソウル奪還を目指して首都ソウルへ進撃した。日本軍は東大門においてこれを破ったものの、この前線が各地の義兵勢,勢力を勢いづけて1908年の 第二次ソウル奪還作戦など1909年にかけて各地で日本軍と交戦した。韓国中東軍司令官、長谷川義道は南関討伐大作戦を断行し、徹底的な焦土作戦や包囲作戦などによって鎮圧した。これによって義兵側に1万7000人の死者が出たとされているが、一部は、 日韓併合後も抵抗を続けたが1914年頃には鎮圧され、生き残りは満州や宴会州などに逃れて朝鮮独立、運動を継続するようになる。ありがとうございます。